手洗いうがいヤクルト菌チャンネル。どうもヤクルト菌チャンネルの菌ちゃんです。体重の方が 90.9 と、3日前から 0.2 キロ落ちました。なんとか、90キロ台に入りまして、もう少しで80キロ台に行くことができそうです。減量して90日経ちましたので、30日前との比較もこれからやっていきますので、ということで時間がある方はこのままご視聴してください。1月5日から始めた減量が、約90日経ちました。でここで1ヶ月経ったので毎月のあの月の報告をしていきたいと思います。でまず体重の方が、スタート時が 98.1、 30日経過が95、60日が 93.8 で今回90日で、90.9 と約 2.9 キロ落ちました。で今回は良かったんじゃないかなと思います。でまず腕から、腕が、30日前が 44.5 センチでした。腕が44センチとマイナス 0.5 ですね。はい、まあ、しょうがないですね。減量中なんで気にしたら負けです。次脅威です。脅威の方が30日前が118でした。今回も118です。次ウエスト、これが細くなってほしいですね。はい、スタート時が102センチなんですけども、60日経っても2センチしか減ってない100センチでした。100センチからいくつになってるんでしょうか。96センチ。なんとウエストがマイナス4センチ。これは非常に今回良かったですね。次が太ももですね。太ももが、30日前が71センチなんですけども、これが68センチとマイナス3センチ。ちょっと細くなっちゃいましたね。で、ふくらはぎが、43センチから、41センチですね。ってことで、体重がマイナス 2.9、腕回りがマイナス 0.5、胸が、プラスマイナス0、でウエストが、マイナス4センチ、で太ももがマイナス3、ふくらはぎがマイナス2ということで、はい。まあ、ウエストが4センチ減ったのがすごい良かったなと思いますので、はい。またこの調子で、頑張りますので、また応援の方よろしくお願いします。それでは。動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは。